どうも、チャコ先生です。今日は疲れにくく書きやすいチョークの持ち方についてご説明します。よろしくお願いします。これは鉛筆持ちですね。このような持ち方でも版書はできるんですが、いわゆるチョーク持ちの方が少ない力で素早く読みやすい文字を書くことができます。チョーク持ちの方法はすごく簡単なので、手元にある筆記用具で一緒に練習してみましょう。まず、親指と中指でチョークの真ん中あたりを軽くつまみます。そして、 余った人差し指はチョークの先端あたりに軽く添えるようにして持ちます。これだけです。このようにチョークを持つと手首だけでなく肘や肩など腕全体を使って文字を書くことができるので必要最低限の力で濃くはっきりとした文字を書くことができます。それでは実際に版書する様子を別の角度から見てみましょう。コツは人差し指の先で文字を書くイメージを持つことです。 黒板にチョークをそっと引っ掛けて指先に軽く力を入れて滑らせるように板書してくださいちなみにチョークの下の方を持ってしまうとうまく力が乗らないのでとても疲れやすくいつか必ず折れますできるだけ上の方を持ってチョークの先端以外が人差し指の影に隠れるような持ち方を意識すると楽に板書できると思いますこれはチョークが短くなってきても同じです 他にもいろいろな持ち方があると思いますが疲れやすい書きにくいと今お悩みの方は今日紹介した持ち方をお試しくださいまたもっと楽に書ける方法があるよっていうのをご存知の方がいらっしゃれば是非コメント欄で教えてくださいその他板書に関する悩みがあったら教えていただきたいと思いますそれでは今日はここまでにしますありがとうございました